カーテンがかかるベッドの前で膝に乗せた犬を眠らせながら身支度に励む女性。17世紀オランダの芸術家フランス・ファン・ミーリスが1667年に描いたお化粧をする若い女。上着の真っ赤なビロードの生地やスカート部分の輝くサテンの生地、テーブルにかけた絨毯の厚手の生地が示す質感の表現は高度に再現的。その上の手紙はラブレターかもしれず、楽器は感覚的な喜びを象徴するモチーフ。これから手紙をくださったお相手の方と一緒に楽しく演奏する約束で、その支度中なのかもしれません。水繕いをする姿は美貌を誇る女性の虚栄心を示唆するとされることも。贅沢なあるいは意味ありげなモチーフを再現的に細部まで表す見どころの多い室内を描いた作品です。